明日は大阪。こんばんは。最近エリちゃんファンになりました。え、嬉しい。さくちゃん、女の子ですかね。ありがとうございます。あとは明日は大阪で握手会がある、のですごい楽しみです。大阪行くよ。あ、ありがとうございます。ホテちゃんと私と花田芽衣ちゃんと小宮山はるかさんと一緒に同じレーンです。あと他にも大阪行くメンバーいるのかな。多分でも多分名古屋の一回、前回のシングルは名古屋行ったんですけど、名古屋の時はなんか一緒に前の部のメンバーにもお会いできたので、明日大阪誰が行くんだろうかに。暑い。今日の髪型は巻き髪です。これが最近すごい多いですね。なんかそう、自分で髪の毛するときは外羽にするけど、メイクさんにしてもらえるときはいつもこの髪の毛にしてます。最近じゃーん、めっちゃ可愛い。これはじめまして。でんでん電波見て可愛いと思ってきました。え、嬉しい。クラークさん、え、 AKB のファンの方ですか。どうなんだろう。ありがとうございます。嬉しい。じゃーん、あのピンです。髪の毛にメイクするときとかにつける。誰でしょうか。最近また最近というか昨日からまたこのここにあのニキビできちゃって、いつもエリコあんまりニキビできないんですけど、鼻にニキビできるんですよ。できるとしたら鼻にニキビ、しかも中心にできる。なんかこことかだったらまだちょっとこうやってやったら隠せるけど、ここはもうどうやっても隠せないじゃないですか。そう、悲しみに暮れちゃいました。一回だけ使ったことあります。宮城ツアーの時にホテちゃんと同じホテルの部屋で前髪熱すぎてこうやって分けてました。これは霜降り明星さんです。これはなんかもらいました。最近泣いてないですね。でもなんかめっちゃドライアイで、だから自転車漕いだだけで涙出ちゃいます。自転車漕いでる時の風で涙出てくる。お、明日は大阪で握手会、めっちゃ楽しみ。大阪、久しぶりに大阪に帰れるのですごい楽しみですね。そう、自転車乗るって言ってももうこっちに来てからは全然乗ってないけど、あれですね、関西に行った時は自転車よく乗ってました。そうなんです。なんかね、関西弁は
こうタメ口だったら出るんですけど、敬語だったら全然出なくて、でもなんか仙台の時自己紹介の後ちょっと泣き目じゃなくて、え本当ですか、えどうなんだろう、多分汗で目が染みちゃったんだと思います。なんか敬語で喋ってる時に関西弁ってなかなか出ないですよね。でなんか関西弁で話していいよって言われるんですけど、なんかファンの方と話す時になんか敬語じゃないとなんか話しづらくて、タメ口で話すの結構難しいですよね。なんかそれで敬語だと全然出ないんですけど、なんかイントネーションでなんかイントネーション敬語で喋っててイントネーションがつくほどの関西弁の方は多分かなりの関西の方、例えば京都の方とか、うん、関西弁でかなりの京都の方、じゃあかなりの敬語でかなり関西弁出る方はかなりの生粋の関西の方じゃないとあんま出ないかもですね。最近はこれももらいました。これはね、おかえりちゃんず、おかえりちゃんず、私のファンの方の皆さんからいただきました。じゃーん、めっちゃ可愛い。なんかこれは多分アイドルなんかじゃなかったのも一緒、すごいね、可愛いんですよ、めちゃめちゃ。裏にも写真があったり、これもすごい、あの生誕祭のやつです。最近テレビでのダンスを見てAKBかっこよとなって、昨日あの綺麗なメンバーは誰ってなりました。嬉しい。ってことはAKBファンじゃないけど、そのAKBもともとAKBファンじゃなかったけどってことですか。めっちゃ嬉しい。ぜひAKB 好きになってください。あ、ビーベさん、白熊タワーありがとうございます。ありがとう、白熊タワーありがとうございます。嬉しい。最近暑すぎてかき氷が食べたいです。なるさんの、倉野なるみさんのインスタグラム、かき氷赤見てて、めちゃめちゃなんか食べたくなりました。しかもなんかなるさんが乗っけてるかき氷の味、結構私ずんだ味とか梅味とかなんかみたらしとか黒蜜とかが好きなんですけど、あとマンゴーとかなんかそういう系のがいっぱい乗ってて、なるさんがちょうど食べてる味、めっちゃエリコも好きな味かもって思いました。そう、これね、裏もこんなすごいですよね。なるはプロだから、かき氷プロ。じゃーん、すごいいっぱいいる。17歳のエリコがいっぱいいる。なるさんは週3に、週3なんですね、すごい。大阪ではかき氷の有名店、いやー、かき氷なんか食べに行こうって、なんか人生でそのかき氷屋さんにかき氷食べに行こうって思ったのが、なんか17期のメンバーとかホテちゃんとかかき氷食べに行こうよって言ってから行くようになったので、大阪にもいっぱいあると思うんですけど、中学生の時だったので、中学生まで大阪にいたので、中学生の頃にかき氷屋さんにかき氷食べに行こうっていうおしゃれな考えはなかったんです。
そういっぱい、そうゆきたんと行きました。かき氷ゆきたんと行ったことあるし、あとほてちゃんといつもよく行ってて、あとは大人数だとあいちゃんとか、あいちゃんあったかな、あいちゃんとかゆきちゃんとかまゆうちゃんとか、今度まゆうちゃんとかき氷食べに行こうって約束しました。楽しみ。そうかき氷ね、美味しいかき氷。最近あのかき氷屋さんのかき氷じゃないけど、米田コーヒーさんのかき氷、すごいシロップが濃くてすごい美味しかったです。愛ちゃんとエリちゃんで黒木行ってる、あ、本当二人で黒木行ったこと、すごい、こう人とご飯食べに行った記憶すぐ忘れちゃうんですよね、なんか日常すぎて。17期のメンバーだと、そう先輩だときっと多分めっちゃ覚えてるんですけど、なんかかき氷と天ぷらがコラボしてるのもあるらしいよ。かき氷天ぷら美味しそう。そう日常あんまり覚えてない、覚えてないんですよね。そう最近 YouTube で前田敦子さんと高橋みなみさんの美的っていう YouTube チャンネルに出演されてて、それめっちゃ見てたんですね。でなんかあのそれで10代のうちにやっといたらよかったこと、美のやつでね言ってて、なんか首のケアとか、首にもうちょっと日焼け止め塗ったりしとけばよかったって言ってて、なるほどねと思って、エリコもそういうってことは今から首に日焼け止めとか塗った方がいいんだなって思ったんですけど、やっぱりなんか若い頃ってなんかこうやってやっとけばよかったなって未来に気づかないと無理なんだなって思いました。だからちょっとエリコももうちょっと時が経たないと首の大切さにまだ気づけないんだと思う。エリコ白すぎて仙台で発光してた、嘘、仙台で発光してました、嘘、嬉しい。でも全部白くなりたい、真っ白になりたい。でもなんか最近本当にお外が暑すぎてちょっと焼けてないか心配なんですけど、多分焼けてないです。全然25だけどまだ気づけない、私もいつね、そうですよね、ちょっとまだ気づけない、幽霊だよだって幽霊。日傘はなんか日傘は中学生の頃は毎日差してました。登校する時も下校する時も曇りの日でも日傘差してたんですけど、今はもう全然差さなくなっちゃいましたね。それはエリちゃんのオーラが無色透明なんですよ。嬉しい。マシュマロ食べよう、マシュマロ食べたら日焼けしないんですか。そうなのか、意識高い系中学生だ。なんか仲が良かった、中学生の時の仲が良かった、まあ、いわゆる一面って言われるメンバー、私含めた残りの3人がすごい、みんなこの 3人中の1人といつもなんか
その投稿の道が同じだったから一緒に投稿してたんですけど、この子が日焼け止めとか、日焼け止めもアネッサっていう一番いい日焼け止めをつけてたり、日傘さしてたりして、あとあの部活に行く時とか半袖半ズボンじゃないですか、体操服だから。だけどこういうなんだろう、手袋、長い手袋とかつけたりしてたのを見て、すごいエリコもやろうと思ってやりました。でも本当この子がいなかったら、きっとエリコはめちゃめちゃに日焼けしてたし、そんななんだろう、なんか前髪とかも多分ボーボワーってなってたから、本当にめちゃめちゃ焼けてたりしてた、こんがりになってたと思うから、したら本当絶対 AKB のオーディション合格してないから、この子のおかげです。 ABC の A。 そう、どうしよう、最近ルイボスティー飲んでないな。最近はもう漢方に頼ってます。漢方を飲んだらむくみが取れるんですよ。そうね、お友達で思い出したのが、なんかエリコ、この4人、そうエリコって友達は1人しかいないんですね。で、そう親友は3人いるんですよ。だからすごい交友関係がすごい少ないんですけど、の友達1人って言ったじゃないですか。その友達誰かって言うとホテちゃんなんですけど、あのエリコホテちゃんのこと友達だと思ってて、それでホテちゃんとホテイモカちゃんね、友達だと思ってて、で親友は3人いて、その3人と私とでいつも4人で一緒にいるんですけど、なんか4人で一緒にいるんですけど、なんかエリコってさ、東京に行ってからさ、なんか MC の人みたいな喋り方なったくないって言われて、えどういうことと思ったんですね。そしたらなんか、あのどういうことやろうと思ったら、なんかその17期とかもうそういう喋り方してるんですけど、なんかこう喋ってて、例えばなんだろう、え何食べたいみたいな話になった時に、例えば MC とかだとさ、え〇〇ちゃんは、〇〇ちゃんは、え〇〇ちゃんは、えあそうなの、〇〇ちゃんはこれ食べたくてこうなのね、じゃあどうしよっかなみたいな、一人ずつに聞いてくじゃないですか。でもそれをなんかプライベートでもしちゃって、なんかえ〇〇はどう思う、あーそっか、えじゃあ〇〇は、えじゃあ〇〇はどう思うみたいな、ま、回しちゃう、そう回しちゃうようになって、えなんでエリコなんでそんななんか MC みたいな喋り方してんのって言われました。あと大阪にいた時は4人の中3人がめちゃめちゃ面白くて、エリコはこの3人に負けて全然面白くない、なんかその大勢の中の静かな感じの、なんかあんまりなんかボケてもなんかちょっと滑っちゃうみたいな人だったんですけど、なんか東京に行ってから大阪にいた時よりなんか面白くなったねって言われて、なんかみんなめっちゃ笑ってくれるようになりました。エリコが何言っても、そうエリッツ面白いらしい、エリス面白いらしい。確かになんか中学生の時、なんか自分で言って自分で笑っちゃうみたいなのをめっちゃしてたんですね。なんか笑いながらなんかボケるのに、なんか大阪人でめっちゃボケたくなるんですよ。喋っててめっちゃボケたくなっちゃうから、なんかボケない会話がないんですね。何でも全部ボケたくなるし、一個のこと喋るときに、一文章喋るときに全部なんか面白いの入れたくなっちゃうんですよ、関西の人は。で関西の人っていうくくりなのか分かんないけど、でもそういうことしちゃうんですけど、なんかでも大阪にいたとき、なんか自分で言って自分で
笑っちゃうみたいなことめっちゃしてたんですね。こうなんかなんとかでなんとかだよねみたいなことしてすごい滑ってたんですけど、なんかそれしたら滑るっていうのに気づいて、なんかそうなんか面白いこととか思いついたりして言いたいときはなんかニコニコとかニヤニヤしながら言うんじゃなくて真顔で言わないとなっていうのに気づきました。そう、話す前に勝手に笑っちゃうこと、そう話す前に笑っちゃうしみたいなのをめっちゃしてました。あの中学生の時とか話す前に笑っちゃってニヤニヤしちゃいます。ニヤニヤしちゃってだけどもうこっちに来てからやめました。そう笑いながら、そうお代理さんとかね、お代理さんめっちゃ面白い、真顔でボケてる、面白い。ひーくん白熊タワーありがとうございます。嬉しい、この前も配信でタワーしてくださったのにありがとう。ひーくん白熊タワーありがとう、ありがとうございます。白熊タワー嬉しい、ひんやりしました。うん、この髪の長さはいつぶりだろう。でもバレーボールやってた時はもっとこんくらいまで短かったです。そう、うん、もうでもこれはね扇風機の音です。でもね、そうエリコ全然このお友達3人がすっごい面白いです。めちゃめちゃ面白い友達っていうか親友の3人が、そう今の長さちょっとキープしたいなと思って、でも髪の毛伸びるのめっちゃ早いからもうちょっと切ろうと思いました。エリちゃんにスパイク的にされてーなー。スパイク？え、こういうことですか？バレーのスパイク？こう？打たれたいってこと？明日は多分日帰りだと思います、きっと。うん、今ね SNS が夏休み期間ということで、そう10だから高校生なんですけど、高校生でも17時前に投稿 SNS 投稿できたりするからすごい楽しみ。仙台の時は前乗り前泊でした。そうそうなんです。そうなんかもうちょっとそうなんですよ。そう昼間にエリちゃんメールとかも送信できる。じゃあランキング読みたいと思います。13位から。13位、たくさんありがとうございます。12位、ハーツさん、アットマークエリちゃんのひまわりから未来を感じたよ。嬉しい、ありがとうございます。11位、カツリンさんありがとうございます。10位、純吉さんありがとうございます。9位、よしあきさんありがとうございます。8位、トラサポさんありがとうございます。トラサポ。7位、ザナトありがとうございます。5位、ゆたかさんありがとうございます。4位、だいすけさんありがとうございます。3位、エムハルさんありがとうございます。2位、ビーベベさん、タワーありがとう、タワーもありがとうございます。そして今日の1位は
前回の1位と一緒だ。ひーくん、ありがとうございます。ひーくんが1位でした。ちょっとこの後はムバメとか、あとは SNS 投稿できたら、そう、インスタグラム投稿したのでぜひ見てください。あと最近だとコシちゃんの、コシちゃんとエリコヒナっていうんですけど、エリコヒナの写真も載っけたり、あとはなんか直近なんだろう、電電電波の写真とかも載せてるので、ツイッターにはぜひ見てください。あ、嘘、6位飛ばされた、やばい。あ、本当だ、6位、幼児、ありがとうございます。6位幼児、ありがとう。危ない危ない、多分目が変なところに行ってたんだと思います。なんか目で思い出したんですけど、カエルってご飯食べるとき、歯でかま、歯がないじゃないですか、カエルって歯がないから、眼球で食べるんですよ。眼球で噛むんですね。こう目があるじゃないですか。そしたらここにご飯入れるでしょう。そしたらこうやって噛むんです。だからよくカエルがご飯食べてる動画見たらみんな白目になってるんですけど、え、なんでだろうと思って、ちょっと一時期カエル可愛いなと思ってカエルの本読んでたら、カエル眼球を落とすんです。そしたらつながってるから口に来るらしくて、眼球めっちゃ硬いらしいんですね。眼球で噛み締めてるらしい、眼球で噛み締めてる、そう。勉強になりました。その豆知識、すごい話聞けた。そう、眼球で食べてるんだって、びっくり。アフリカンウシガエルっていうのを飼おうと思ってて、これでっかいの飼おうと思ってたんですけど、いやでもこう飼って、もしなんか寝てる時とかに外出ちゃったら、外出ちゃって私の顔とかに乗って、なんか朝起きた時にカエルが顔の上に乗ってたらどうしようって考えたら、ちょっと買うのやめました。そう、金魚とかは買ったことあります。デメ金のデメちゃんと、あとなんか金魚の金ちゃん飼って、なんかそう育ててた。金魚懐かしい、金魚飼ってたの懐かしい。普通に金魚2年くらい生きると思ってたけど無理で、ある朝起きたら水槽に金ちゃんがいなくなってて、なんか「え、どこ？」ってお母さんに聞いたら、普通に土の中でした。そう、カエルなら買えちゃう。カエル買うなら何にしよう。カエル買うなら、でもワンちゃん買う、ラブラドールレトリーバー買うなら、ラブっていう名前がいいなと思ってたので、カエルだとなんだろう、エルモとか、カエルのエルでエルモ。それとかプニプニだからプニちゃんとかですかね。そう、じゃあ、え、じゃあちょっと最後に、英子最近気になること言ってもいいですか。なんかワンちゃん飼いたい、ワンちゃんと喋りたいなって思うことあるじゃないですか。でもワンちゃんってなんか日本生まれじゃないワンちゃんもいるじゃないですか。チワワとかだと、例えばちょっとよくわかんないけど、もしかしたらフランス生まれとかじゃないですか。その日本犬は日本語を喋れるかもしれないけど、チワワとかラブラドレトリバーってその会話できたとしても、なんか英語とかドイツ語とかなんじゃないって思って、だからなんか普通に、なんか犬と喋れる人とか喋りたい人ってなんか日本犬じゃないと日本人は喋れな
少ないみたいな思いました。じゃあもう2046になっちゃったので切りたいと思います。じゃあね、そう、あのショールーム月さんやりたいって言ったんですけど、今日で、まあ、リミスタも合わせたら3回になるので、そう、7月無事3回配信できてよかったです。ありがとうございました。お疲れ様でした。もしかしたらこの後ツイッターなんか載せるかもしれないです。ぜひ見てください。おやすみなさい。バイバーイ。